今回なんですけれども、イコラボの生写真をですね、収納しているスリーブとかのご紹介をしていきたいなと思います。まずは生写真からどんなスリーブとか使っているかご紹介なんですけど、皆さんこれ多分ね、使っておられる方非常に多いと思うんですけど、デラナンナンのスリーブですね。でサイズが91と90、2パターンあると思うんですけど、もう僕はずっと91を使っております。基本的に種類を途中で変えたりとかしたくない人なので、最初、特によく知らず91をたまたま買って、でそこからもう普通に91気に入ってずっと91を使ってるっていうので、だから最初にたまたま買ったのが90だったら今もずっと90使ってたってことになりますね。今100均とかにもねこういうファイルあると思うんですけど、90だとここスリーブ入れた後ね、このポケットに入れやすいですけど、写真そのものにちょっと入れにくいっていうデメリットがあるかなと思います。反対に91だったら写真をまあスリーブにかなり90に比べたら入れやすいと思うんです。ただファイルによってはこの3箇所のうち1箇所入れにくいとことかたまにあったりするかなっていう感じですかね。僕からちょっとかなり特殊だと思うんですけど、基本的にこんな感じで全部二重にしてるんですよね。1重目が先ほどのデラナンナンの91のやつで、この上から被さってる方ですね。がこちらになりますね。こちらダイソーで売ってます。40枚入りのものですね。サイズはこちらとなっております。今度の方はね、おそらく一重でいいじゃんとか、すでに一重でされてる方もいると思うんですけど、ちょっと学生の頃にね、この集めてたカードの影響というか、名残があって、このカードゲームの時からね、ずっと二重でやってきたので、上からホコリとか余計なものが入っちゃうのがなんかもうどうしてもめちゃくちゃ細かいんですけど嫌なんで、こんな感じでそれを防ぐために入れております。二重目にこれを使ってしまってる時点でもう、こういったファイルにはね、とか中林のファイルとかには絶対入らないんで、そのためにこちらのですね、まあ、パカパカって呼んでるんですけど、これもダイソーで売ってますね。ハガキケースなんですけれども、こんな感じで二重にしちゃってもこのパカパカだったらこんな感じでちゃんと十分上下余白はありますので入るって感じですね。ちなみにノイミーとか乃木坂とかの生写真ももう全部そんな感じです。続きましてはもっと大事な生写真の収納方法ですね。こちらもダイソーで B7 サイズなんですけれども、まあ、縦とか横の長さはこんな感じですね。二重の状態からこんな感じで、もう自分の中でね決まってますね。この右側空いてる方を入れるって感じで、まあ、全部もこのスタイルで今までやってきてるので、もう上から最後にこちらですね。これが本当に最後なんですけど、28枚入りの A6 サイズで、こちらもダイソーで売っております。簡単に剥がせるテープが付いているものですね。それをまあ先ほどの硬質ケース入っているものに入れるって感じです。まず大事なやつが、こちらデラナンナンの91。ダイソーの20目のスリーブ。ダイソーの硬質カードケース。最後、クリアポケットのテープ付きのもの。って感じで。大事なやつは基本的にはもうほぼこれもこれも、もうかなりめちゃくちゃ厳重だと思うんですけど、保管しております。続きましてはミニフォトカードですね。こちらどんなものに収納しているかをご紹介していきます。最終的にはね、こんな感じで、こちらも20なので、生写真のようなね、スタイルを導入している感じになります。20枚目に使っているのがこちらですね。60枚入りで裏にテープが付いているものになります。で20目がこちらですね。100枚入っているトリカスリーブってやつで、どちらもダイソーで購入しました。試しにではこちらのリサちゃんをちょっと入れてみたいと思います。サイズがねめちゃくちゃぴったりで、ちょっとたまたま買って試してみたらちょうどすぎてめちゃくちゃテンション上がったんですけど、まだテープ開ける前こんな感じで、本当ジャストサイズって感じで、これめちゃくちゃいいなと思って買いましたね。で、テープ閉じたら、こんな感じですね。で、まあこれだけでもね、もういいんですけど、ちょっと二重目が本当に癖になっちゃってるんで、こんな感じで。下まで完全に入れてもね、ここ若干、この上のラインがね、出ちゃうのはもう仕方ないんですけど、まあでも裏はね、テープが止めてあるんで、もう、この中に、本体がね、傷つくのは嫌なんで、この本体の中にホコリとかも入ってくることはないと思うんで、こんな感じでやっております。はい、ということでね、いろいろ写真の収納方法とかご紹介させていただきました。まあ、ノイミーもほぼ似たような感じなので、今回はエコラボを中心にやらせていただきました。ということで以上ですね。参考になったら幸いです。ご視聴ありがとうございました。